3年間、この地にいたっていう伝説があるんですけれども、それがここではないかなと。伺いたかったのは、山本先生との思い出というか、山本先生をどのような人だと見ていると思いますか？私は学者だと思って。学者、うん、なるほど。神通力者だけれども、その原理を今の言葉で、なるほどな、うん、それ以前にそれ、うん、それ以前に解明したのは弘法大師でも、あの頃は仏教だったから、今の言葉では今の人間では理解できないし、それを今の哲学を使って解明したのが山本先生と。実際中西さん自身も山本先生に助けられたという感じがあるわけですね、うん、そうですね、うん、まあ、一番その分かりやすいのは、若い頃タバコを毎日60本吸ってたんですよ。60本、うん、それである日先生が力を送ってやったからやめてみろと言われて、うん、何言ってんのかなと思ったその時は、でも何度も何度も言われるから、じゃあまあ1日やめて先生無理でしたと言おうと思って、やめてみたらその日からスパッと、すごいですね、うん、それで先生に聞いたら、そのタバコを吸いたいという気持ちを消してやったと。へ、うん、だからやめられると。へ、うん、その神通力なんですが、神通力が側面であり、うん、本質的にはやっぱり社会的にもね、うん、学者であると、うん、そうそうそう、なるほど、ね、うん、分かりました。応用もするし原理も分かっていると、はいはい、これは飯高郷土史、あ、郷土史、うん、郷土史ですね、に書いてあったんですか、はい、あ、なるほど。やむと向こうか、そこに何て書いてあったんですか？神武天皇が昨日は錦で上陸して、で、この土地川ですか、土地川で滞在したと。で別動隊はもっとその開けた方へ行って、うん、で連絡を取ったのか援軍を集めたのか、そしてここで合流したっていうのね、待ってたわけですね、言い伝えが残ってるということですね。なるほど。神武天皇はこっちから来たのかね。この川の向こうへ来たんだっけ？あ、これこうですね。今来たのは。うん、今来たのね。今来たらこうやって、ああ、そうね、こう、うん、行きました。鶴屋ってなんかこれ店かな。まあ、ここにちょっと行ってみるし。うん。どこまで。この竹内っていうね。竹内。竹内っていうスーパーの人が今この車ですよ。ああ。このあのお姉さんと言ってきましょう。親切だね、田舎の人は。お姉さん、車で教えてくれた記録。すごいね。しかもあのスーパー、鍵もかけずに。そう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 。ね、あれどうなってたんだろう。こう、人情に触れるといいですね。いいですね。神武天皇もこうやって、行く先々の人たちに親切にされて、すぐそこじゃん。まあそれでも、それでもありがたいですよね。神社まで行ってくれるっていう。お二人は郷土史のどういうことを研究されてるんですか？こちら事務局で。あ、事務局。こちらの。あの記事史とかご存知ですか？あ、わかんないです。あ、記事史。ああ。私は民族ですごく担当多かったもんですから、その中の記事集をこちらが、石仏もちょっと助けてもらって、こんな汚いと撮影させていただいて、すいません、撮影させていただいて、縄文晩期から始まって、うん、で、その町が町人、まあ、そこから天孫公、飛騨から天孫公に九州に来て、飛騨からという説が、これを読んでいただければ、それで神武天皇が、仮説ですよ、神武天皇が石仏を作って、いやいやいや、もう次がありますから、はい、次、あのこの辺通ったって、そういうことも、担当なさった。それは担当はね、通信は亡くなられて、亡くなられております、久保さんでしょ。その通信の方は、私がまだ若い頃の校長をしてまして、で、あの割と歴史なんですけど、通信の中でちょっと物語風に迷い込んだりするような歴史を書いてるので、まあ、面白い、ね、面白い、そういうのも書いて、そういうに書かないといけないんですよね。そういう感じになってるので、何年何年読めるっていうのは、はい、だから結構私の分野の民族の方まで入り込むような通史が書いてあったりするので、あ、そしたら、はい、高見トンネル越して、はい、あ、そうですか。そしたらね、あの
この辺のところに橋がありましてね、ずっと行くと熊野の方に出る、ね、42号線であるんですけど、熊野の方から、あの繋がっている道で、あの途中に海で錦ってあたりにも、あの神武天皇がそこからということで、そこからずっとね、下谷峠ってその向こうにありますけど、この山の。ちょっとこれ屋根下がるね。すいません。すいません。ごめんなさい。ちょうど今あの YouTube であの南九州編と飛騨編と、あのなあの紀伊半島と奈良までこれからやってますんで。なんか面白そうやね。ちょっと部分的にちょっと YouTube で。高山ですか？高山の元市議会議長です。僕は飛騨市なんです。いや飛騨市だ。あのね、多分もう高山市は今の白髪の。白髪頭の彼は高山。八県庁の松浦さんってご存知ないですか？僕はね、その隣にいます。彼は高山市。今の元東京って、お知り合いが見える松浦さん。松浦さん、はい、大学の先輩です。そのこれに関する全国的なあれですか？ネットワーク。そうですね。暗山ルーツール説っていうのが結構信憑性が僕もあるなと思いましてですね。で、あれ出雲と飛騨が実はすごく争っていて、結局古事記、日本書紀は出雲に全部書き換えられてしまったという言説なんですね。で、あの危機にはもう飛騨という文字が一文字も出てこない。これがあのですよ、ね、うん、よくない、よくないということで、うん、なんか私的には飛騨っていうのはすごい唐突な感じで、宮本村に天白山と親しまれた神社があった、それはありますね。そこやったんですね、うん、私も天白のことをちょいちょい調べて考えてますけど、天白の一図はうちにもありますよ、今でも。ちょっと待って、あ、そうですか。すぐ出るかな、ちょっと待って。あのここはね、ここは富永という地名です。富永、はい。で、ここはね、対岸が宮本という地名です。はい。この宮本にですね、天白山があったんですね、神社が。この跡地は、らしいところはあります。ここだと言われたところはね。もしよかったらあの一緒に行きますけども、うん、ここからどのくらい離れ、ここから車で3分以内。あ、そうですか、うん、じゃあ行った方がいいですね。ご案内していただければ。行きます、行きましょう。この海岸の南海地のところに篠宮神社とあります。あ、あのお父の父に、はい、峰、はい、山の峰、はい、その知念峰神社に、うん、この辺の社は全部合意されたんです。あ、じゃあ明治時代までここに社があったんですね。で今残ってるのはこの石の壁だけですね。そうですね。これは地元の人じゃないと絶対分かりませんよね。分かりませんね。地元の人も知らないですよ、多分。だからもう、じゃあ先生しか知らないような状態ですね、今ね。この辺りを天白っていう地名っていうかがあるので、うん、で、ある程度の年齢からの人は全部知ってますけど。で、ここに神武天皇がお休みになられたんですか？いや、それは分かんない。聞いたことない。あ、聞いた。あ、それは分からない。物の上の、そうですよね、うん、それを祀ってたらしいですね。だから神武天皇を祀ってたんじゃないんですね。ですけど、まあ神社できた頃にはもうそういう祭神とかわからなくなっちゃってるんで、まあ一応もしかしたらと思ったんですけど、可能性としてあと他に当たりつけるところないもんですからね、まあ神社みたいなものを建ててそこのところにいたのかもしれないなっていうんで、確証はないんですよ。はい、はい。ただもう祭神が神武天皇じゃないですからね、ですから違うかもしれないんですが、はい、まあ来てちょっとこう土地向きとかこう見て、なんかこう感じるものがあるかなと思ったんですけど。これが先生たちがこう編集した。そうですね、私は民族なんでかなりたくさん。すごいな、これ学術書ですね。これね、結構人気で、ほとんどもう手に入らないという。民族。
ああこちら通知が、ね、さっきコピーされたのがずっとこんな感じ。あ、今行きます。はい、はいはい、なんていうタイトルですか。はい、 あ、 はい、 ありがとうございます、はい、大谷カフェって言います。はあ、あちこちにお茶の会社なんか作ってますけども、うん、日本紅茶株式会社って紅茶も初めて大谷貨幣が日本に出たんですけど、その大正6年の紅茶の会社が残ってまして、私たち知らなかった。5年前にあの電話がかかってきて、三菱商事系の MC フーズっていうんで今交流を盛んにしてて、この間も紅茶はそのやって茶道をやってみますか。私、はい、茶道はほんのちょっと、もう紅茶の方、あの裏千家を、そういう私は裏でですけど、私は好奇心の塊で一つのことをたくさんしていられないので、やっとまあするぐらいなんですけどね、そんなにお茶は極めてないです、ちょっとぐらいしか。ありますよ、どっちこれ今から派手に行きますね、こっちに盛り付けます。